気を引き締めよう。それ今言う？今だよ。お、ミートピアにある宝箱を50個以上開けよう、達成。はい、おはよう。お、ミラさんとアユナが。ねえ、知ってる？なになに？実はクルボンってね。カクカク、シカシカ。そうなの？らしいよ。そんな一面があったなんて。泣けるー。そう、このパターンばっかりやと思っとったんよね。意外ーもある。実は努力家とか、家族思いとか、まあ、全然実はじゃないけどね。はい、お任せー。あー、両端二人。ごちそうさま。そして、アユナはお腹がいっぱいになったようだ。はい、ゲームコーナーで、ルーレットー。劇薬ボトルをください。私に劇薬ボトルを。え、でもこれは、ゲットできるやつ。え、あ、びっくりした。来た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 。はい、劇薬ボトルゲットー。本当に劇薬っぽい感じやね。はい、あゆなに。これでこそって感じ。武器っぽい感じ。はい、それじゃあお小遣いを。お、いいね、マジカルステッキー。ちょ、名前的にはおもちゃっぽいけど、見た目かわいいし。よきよき。さあ、これで、あとはリミちゃんじゃない、リミちゃんさっきだ。ミラさん、お、牛骨の槍。これ一番ぴったりの武器やんね、今のこの格好に。はい、牛骨の槍ゲットー。いいね、いいね。ちょっと原始時代みたい。はい、それじゃあ出発しますか。いきます。小悪魔の武器、槍を5種類集めよう、達成。まだ5種類ぐらいなんやね。料理を食べさせて HP をプラス10以上にしよう、達成。さあ、ピラミッド目指して頑張っていきます。の前に、クイズマン。ちょっと待ったー。はい、待ってます。いつまでも遊び心を忘れない。ご存知、ミスター・クイズマン。君の知識はいかほどか。今日のクイズは物知りクイズ。それでは、レッツクイズ。お、知識が問われます？物知りクイズ。全部で3問。さあ、行ってみよう。1問目。アユナが最初に訪れた町は、最小の町です。最初だからね。正解。やるじゃないか。2問目。初音ミク姫の幼馴染は、ニート。そして、意地の悪いウィスパー王子がね、砂漠にいるんだけれど。3問目。最初の王様がいつも持っているのは、お肉。扇なんて素晴らしいものは持ってません。お見事。イエーイ、おめでとう。君には参ったよ。これをあげちゃおう。 HP バナナを5本ゲット。もっといいものをください。ではまた会おう。去っていく前からその場で駆け足っていうね、急ぎすぎでしょう。お、もうちょっとでいけそう。行くか。私風になる。おくるみも風になっちゃいます。これ上へ上へ向かっていこうかな、今回は。レッツゴー。お、敵が来た。緑だらけやな。よっしゃ、行け。激アツフラスコ。これは確実に強い。ほら。どうだ。イエイ。だって、いかにも危険そうなボトルやもん。もう絶対かかったら死ぬって。お、サボテンジュースゲット。サボテンジュースって美味しいんかな？サボテンステーキはあれ本当にあるやつ？
ほい、360ゴールドゲット。いいね。お、下がってきた、下がってきた。気を引き締めよう。それ、今言う？今だよ。暗くなってきた。休もう。星でも見ない？いいね。田舎とか、こう、周りに明かりがないところとかはね、結構星空が綺麗に見える。綺麗な夜空だね。あ、流れ星。欲しいものを3回タッチ。オッケー。は、欲しいのかどうかわからんけど、とりあえず。え、これさ、違うやつ、あれタッチしたらどうなるの？モンスターが出てくるとかそういうこと？怖っ。叶うといいな、願い事。なあ！さ、宝箱。なんだろう。流れ星からのプレゼント？ HP バナナを5本ゲット。余った HP バナナを宿屋に送った。願いが叶ったね。あれ何個タッチとか言いよったっけ？ 3 個？わからんけど。あの中から一つなんやね。なるほど。お金が良かったな。やがて夜が明けた。え、ってことは、あの、モンスターみたいなマークをタッチしとったら、宝箱の中からモンスターが。それはそれでちょっと気になる。今日も頑張ろう。なんかミラさん超眠そうやったけど、いける？いけます？凛々しいな。凛々しいサソリが大量に。激アクフラスコ、いけ。ふう、おはよう世界。いいぞいいぞ、わかった。お、もうちょっとでみんなもレベルが上がりそうな感じ。この調子でちょっとレベルを上げていこう。お、好きレベルアップ。好きなのかな。二人は手助けを覚えた。相手の行動を手伝っていろいろ効果をアップさせる。そしておはよう。お、どうした？クルボンの部屋に行きたいな。なるほど、行きます。はい、どうぞ。適当に。人の部屋に行って何適当に掃除してんだ。立つ鳥跡を濁さず。これであれやろ、クルミが磨いたとこはめっちゃピカピカで、アユナが磨いたところはなんか微妙やったりみたいな。そういうパターンやね、きっと。はい、料理をお任せでー。あー、左二人が死んでいる。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。お、アメシロ猫めっちゃいい。欲しいです。ください。結構なんかちっちゃい範囲やけど。あ、でもこれいけそうじゃない？あ、いける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 。あー、あと2つ。押してきたー。ほらー、この確率はちょっと嬉しい。はい、アメショの猫ゲット。じゃ、これは、クルミンにね。さあ、何色がよろしいかしら。まあ、アメショといえばグレーやけど、最近結構さ、赤茶色の子もおるよね。あれ、かわいいなってめっちゃ思う。じゃ、これでいきます。はい、それじゃあ、お小遣いを。お、ミラさんが服を。エナメルの翼。よし。これはさらに悪魔っぽさがアップ。てか、これこそ悪魔って感じ。お、いいね。この辺にしたら急激にコスプレ感が。普通に黒でいこう、ここは。かっこよくね。はい、それじゃあ出発します。これでちゃんと、お、やっとなんか、あれやん。ファンシーなグループではなくなったね。お、これで、ついに、中に入ってきたぜ。そして急に敵。
優しいゴーレム、優しいゴーレムならその顔を返してください。ありがとう。しゃー、両手引っかき、ライトニング、いいぞ。ムフフ、あー、それは痛いそれは痛いやつ。あ、やばい、一発で体力が半分も持っていかれた。マイペース、お、珍しくやる気。バグクラッシュ、そしてファイヤー。おー、いいねいいねいいね。優しいゴーレムなのにケチョンケチョンにかわいそうに。でも顔返さなかったからな。お、ミラはレベルアップ、そしてクレボンはレベルアップ。ゴーレムステーキ、普通に美味しそう。びっくりした、道伸びんのかと思った。はい、そしてここから、あれはピラミッドの入り口を守っとったゴーレムってことか。じゃあここからついにピラミッド内部へ侵入していきます。行くか、今日は何があるかな。めっちゃウキウキしながら探索するやん。ここがピラミッド。大魔王アスムがここに？うん、多分。それに街の人の顔がついた怪物も、ごっくり。ドキドキする。よし、行こう。うん。ちゃんとね、顔を取り戻していこう。うおー、気合十分。おー、そしてピラミッドならではの、マミーちょっと可愛いよね。マミーさ、若干こう、バカボンとかに出てきそうじゃない？そんな感じで、絶対するよね。絶対出てくるよね。どうだ？絶対あれ、バカボンのパパの、同級生とかやけん。イェイ。はぁ、緊張した。お、そして、リミネアレベルアップ。いいぞ、いいぞ。イェイイェイ。テンション高くいこう。お、マミーが2匹も出てきた。クラウノだ、激薬フラスコ、いけ。お、一発やん、やった。じゃあやっぱり一番最初に出てきた剣って、あの優しいゴーレムはやっぱり強かったってことやね。ちょっとした中ボス並みぐらい。いやだって一発で体力半分いったし、結構ダメージも与えれんかったもんね。どっちのスイッチを入れる、左か右か。右で行きましょう。どや。あー、なに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 、おい。ふぅ、素早くかわした。これは、やけんって左を入れさせてくれるわけではないのね。はい、開けます。ゲーム券を1枚ゲット。そして、よし。しかも別にスイッチのマークもついてないよね、あれ。はい、スキルレベルアップ。結構気になる。二人は気遣うを覚えた。相手がダメージを受けたら慰める。大丈夫？気遣い合いって大事よ。寝よるときの服装もかわいい。猫だ、猫。はい、それじゃあ、料理を。お任せでー。あー、リミちゃん、チーン。はい、そして、ゲームコーナーでルーレットを。ブレザーローブをください。これは、リミちゃんだね。魔法使いのローブ。どうや。経験値か。経験値どうしよっかな。みんなまだレベル上がったばっかりやけんね。とりあえず、リミちゃんに渡しましょう。はい。いいね、いいね。結構上がったね。はい、それじゃあ、お小遣い。お、
ミラさん、ウールの翼。ちょっとサンタチックな感じで。お、買ってきた、買ってきた。よしよし。もうこれが色的にあれやけど、違う色にしたら、また全然違った感じに。ね、サンタっぽくはなくなるよね。じゃ、これで、紫。あ、かわいい。はい、ということで、じゃ、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、まあ、ピラミッド内で街の人たちの顔をきっちり回収してこよう。